実況ファンキーズゲーム。どうもファンキーズのケンショーです。 LP です。ドラクエウォーク仲間モンスターやってない人ほど見てほしい仲モンの仕様やルール総まとめ。よいしょ、やってないパート2やってる。さあ唐突に始まってしまいました。毎週火曜日のお楽しみドラクエウォーク動画のお時間です。これは先週の動画に引き続きやってない人になおさら見てほしい。そうこれね、まあ、当然やってる人も改めておさらい確認できると思うんだけど、やってない人、11月にお祭りがやってまいります。ぜひ少しでもいいんでね、ご参戦いただきたいな、そんな思いで動画作ってます。これはね、俺もまだね動画内容 100% は理解してないんだけど、俺がわからないぐらいの内容かな。あ、多分ね半分ぐらいわかるし、うん、半分ぐらいわかんないみたいなイメージだと思うよ。あー、なるほどね、なるほどね。じゃあ僕も今日の動画でこれさらに勉強していくと。お願いします。この動画を最後まで見てもらえれば、1、仲門の基礎知識、2、モンスターグランプリのルール、3、バトル中の仕様がわかります。やってない人からしたら、モンスターグランプリのルールとかすごい気になりそうなところだね。そうだよね。あとはやってる人も仕様ね、これね、知ってるようで知らないことも結構出てくると思うから、そうね、ぜひね知識持って帰ってください。はい、皆さんもおさらいしていきましょう。それでは本編いきましょう。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録お願いします。1、仲門の基礎知識から。まずね、基礎知識大きく分けて3つ話していこうと思う。はい、3つね。うん、1つ目はモンスターのランク。これね、何万歩族とかみんなが呼んでるやつね、何歩族みたいな、はいはいはい、呼んでるよね。あれをちょっとまずね、何のことやらっていう人もいるかと思うから解説していくと、まずこのモンスターにはランクが一応設定されてると思われますと。これね、公式には発表されてないんだよね、実は。 S とか A とか別に言われてないから。なるほどね、はいはいはい。ただモンスターごとにおそらくランク付けをされてるでしょうと。で、それを判定する主な基準が、この今画面で表示しているような卵の孵化までの歩数、これでモンスターのランクを表現、プレイヤー同士でしています。一番少ないモンスターはこうスライムみたいな5000歩みたいなところから、一番多い魔王になると1万8000歩までいて、5000、7000、1万、1万3000、1万8000ランクに分かれてます。もちろんね、1万8000歩族が強いって感じだよね。そうね基本的には1万8000歩族、上に歩数が増えれば増えるほど強いとされていて、特に1万8000歩族は結構別格扱いで、はいはい、あの地図のスカウトとかも A 地図以上でしか出ない、うん、金とかレインボーでしか出ない、出ないね、確かに出ないね、うん、逆に1万3000歩以下のモンスターは B 地図、うん、C 地図、まあどの地図からでも出るから、やっぱり一定線引きしてるんだろうな、レアな地図からしか出ませんみたいな扱いも受けてて、しかも強いと。なるほどね。ただこのコンテンツ面白いのが、とはいえ1万歩以上ぐらいからもうね、全然レギュラーとして使われるんだよね。そうね、人気のキラーパンサーとかね、はいはいはい、まさに1万歩族だけど十分強いモンスターとしてグラマスでも使ってますと。でこれまたランクが今歩族という表現をしたんだけど、卵の交換所でも分かりやすく判断できて、あ、はいはいはい、これまた画面映してるんだけど、上から4000枚交換がまずこれ魔王系、魔王ね、まあ、バルボロスはドラゴンだけどね、はいはいはい、まあ魔王系というか別格モンスターで、まあめちゃめちゃ強いけど、1万8000歩族の中でも別格とされてるやつら、4000コインね。みんな4000コイン高いってなるけど、それでもみんなね、これしか買わないから、いや、そう、ね、これしか、でもこれを買った方がいいと思う、まずね。で続いて1万8000歩族は2000枚交換、うん、魔王の使い、ギガンテス、キラーマシン、ヘルバトラ、ホークブリザード、今5種類出てます、うん、どれも強いね、どれも強い、うん、で続いて1万3000歩って呼ばれてるのが1000コイン交換、まあこっからはちょっと名前読み上げるの割愛するけど、うん、10種類以上いますと。でその後1万歩族が300コインで、7000歩族が250コイン、うん、で5000歩族が200コインで交換できますってことで、この卵の交換所を見てもらうと、どのモンスターがどのランクに相当してるのかが確認することができます。これコングなんかね、4000コインね集めたすぎて、キラーマシーンをもうレベル上げずに育てずに即お別れして4000コイン貯めようとしてたからな、さすがにそれはねちょっとやりすぎだけどね。さすがにね、うん、でもやっぱ
ぱりなんかちょろちょろ安い卵に交換するよりは、頑張って4000貯めてこの魔王に交換するのが、魔王持ってない人はね、極み持ってない人、いい答え持ってない人は強くなる近道なのかなとは思うよね。じゃあ補足を、理解してもらったという前提で、続いては2、素質について解説します。素質っていうのはいわゆる話題になってるこの極み出たみたいな、これのことで5段階あって、一番いいのが極み、その次が超、その次が特、その次は有で、最後波と続きます。これみんな極みが出ると、あの必死にツイートしてさ、出ましたって歓喜の声を上げてるじゃない。上げてる上げてる、うん、それにやっぱ理由があって、素質はステータスにめちゃめちゃ大きな差を生み出してます。具体的にはね、極みと超でステータスが 8% 違うのよ。極みがだから 100% で超が92みたいな。そう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 、極みのモンスターがヒットポイント1000あるとしたら、同じモンスターなのに超になっちゃうだけでヒットポイントは920まで下がっちゃう。はいはいはい、結構な差が出るんだよね。でこれが全ステータスに掛け算されるから、そういうことだよね。攻撃も防御も素早さも攻撃魔力もみたいな、全部が 8% 減になっちゃうんだよね、超だと。だからこうハイレベルな争いになってくると、やっぱ極み同士をぶつけるようなイメージの戦いになってきます。もともとそのもちろん極みが強いとかは知ってたけど、細かくこうやってパーセントがあるの知らなかったね。そう、これね、しかも 8% 差ってえらいでかいでしょ。そうだね、でかいね、うん、だから本当に超でも通用するモンスターっていうのは、その得意な攻撃とか素早さとか自分の武器のところが伸びる性格、性格もねこの次に紹介するんだけど、 5% とか 8% とかステータス伸びるんだよね、うん、そうだね。超で性格がそのモンスターにピタッと合ってると、極みに近いポテンシャルにこう近づけるかなぐらいの、そんな感覚で、たまに使える超がいるけど、基本やっぱり極みを目指したいっていうゲーム性、ね。まあ、だから逆に考えれば、まあ唯一極みまでの差が 8% だから、超だけはまあ性格がいい性格であれば、極みの一番下の方の性格であれば逆転できる可能性があるってことだよね。あるって感じだね。そう、極みの中でも全く噛み合ってない性格と、超のバチンと噛み合ってる性格でやっとどっこいかなとか追い抜けるかなぐらいの、うん、そうだよね。だからもうそうなると得はもう難しいかな、どのモンスター。まあ一部ね、本当デスタムーア、デスタムーアに関しては、まあもしかしたら得使ってる人いるのかなってぐらいな感じかな。そうね、もうね、環境の中で一番強いモンスターで、ありかなしか、いやなしかぐらいのレベル感だよね。得はね、もうね、そうだよね、極みと比べると 15% ぐらい差があるからね。そうだよね。だからもう得以下はもう継承玉の方にもう回すっていう感じだよね、基本的には。そう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 、あ、いいこと言ってくれた、うん、そう、継承玉が、まさにこのゲーム極みを集めるのの次ぐらいに大事で、うん、モンスターをお別れすることで玉が得られますっていうシステムなんだけど、これはね、極みだろうが波だろうが優劣がないんだよね。だから波とか優とか弱いモンスターでも特にこう落ち込む必要はなくって、いい継承玉出ろっていう感じでお別れをしてくださいと。だから先ほどね、即お別れしたらコインだけしかもらえないけど、継承玉を抜くには、あのそのモンスターもレベルマックスまで育ててお別れすると継承玉が抜けますよっていう形だよね。 yes, 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 yes. 素質の話はこれでだいぶ理解してもらったかな。そうだね。そしたら先ほど出た今度性格の話、まあこれがね、素質と性格の掛け算だからね、モンゴラは。そうね、ここですよ、一番大事と言っても過言ではない。間違いないね。この性格については、うん、ちょっとこれね、表を作ってきたから見てほしいんだけど、うんうん、まずはステータスの特徴はこちら。これ20丸がついているところがもうかなり伸びる、 5% から 8% ぐらいかなり伸びる、はいはい、最大 8% だから5から8ぐらいかなり伸びるところにまず20丸を打ってある、うん、あ、じゃあ20丸と×では16%ぐらい差ついてるイメージ。あ、そう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 、10から 15-6% ぐらいついてるイメージで、丸がついてるところはまあ 2% から 4% ぐらい上がってるかなみたいな、 5% まではいかないけどちょっと上がってます、うん、逆に三角は 2% から 4% ちょっと下がってます、うんうん、まあまあ 3% ぐらいだと思ってもらって、でバッテンがついてるところは逆に 5% 以上落ちてます、こんなイメージで見てほしい、うん、これでもさ、皆さんいざこの表をパッて見るとどの性格がいいように見えるんだろうね、実際。あ、そうだね、知らない状態から見ると頭脳明晰20丸たくさんついてるように見えるよね。確かに確かに確かに、4つな、うん、ただこのゲーム一番大事なステータスは何でしょう。一番大事なステータスは素早さじゃないですか。正解。一番左に素早い順で並べてるからね。あぶね、俺今正解かどうかちょっと怪しかった、うん、ちょっと自信なさそうだったね。でも正解正解。そう、このゲームはね、まず素早さが
大事。なぜなら先に攻撃して倒しちゃえば相手は行動できないっていう。でやっぱりもう同じモンスター同士がある程度ぶつかるゲーム性だから、どうしても先に行動する方が強いよねっていうね。そうね、だから一番左に素早さを持ってきて、素早い順にこれ並べています。やっぱりこの上からムッツリスケベとか一匹狼っていう性格はまず前提としてこう重宝されやすい。そうね。でその次の切れ者、これはね、魔力系ね、攻撃魔力がめちゃめちゃ高い、呪文アタッカーはこれでしょうみたいなね、はいはい、ステータスをしていますと。で抜け目がないは平均的なステータスです、おせっかいも素早さは抜け目がないと同じ平均的なんだけど、ちょっとデコボコしてますと。まあ、回復向けかな、回復向けね、でその下頭脳力大ぐらいは、まあ、素早さはゆっくりな性格ってことになっちゃうよね。でもそれぞれ遅い中にもそれぞれの良さがあるってことでしょ。そう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 。まずね、力自慢は遅い代わりにステータスすげえ強いんだよね。ヒットポイント、ね、攻撃守備、もう物理特化ね、物理特化、ヒットポイント、攻撃守備、もう物理なら任せてみたいなステータスになってる、遅いのと引き換えにね。で正直物理モンスターだったらさ、 MP 魔力系器用さとかあんまいらないから、いらないところが下がってて、いるところが上がってるみたいな。わかりやすいねこれは、でそうすると頭脳と王ぐらいはなんかその力自慢に比べると、まず頭脳はね、ヒットポイントも守備も、そして素早さも低いから、もうねめちゃめちゃすぐ死ぬんだよね。そうだね、そうだな、確かに相手に先制されるから、つまり基本的に受けるんだよね、まず攻撃を受けるっていう前提なのに、受けれないステータスをしてるっていう、なるほどね、不遇性格だったんだけど、頭脳は情報修正入りました。はいはいはい、そこはどういうところに修正が入ったんだ。これが2つ下の O ぐらいにも言えることなんだけど、行動確率なんだよね。あ、はいはいはい、O ぐらいのステータスもさ、力自慢とあんまり変わんないじゃんっていう風に見えるじゃん。なんならヒットポイントと攻撃が高い力自慢の方が強いんじゃないみたいな見た目に見えると思うんだけど、頭脳と O ぐらいはステータスがちょっとマイルドな代わりに行動確率で優遇を受けてます。行動確率っていうのはいわゆるこう全体技であったり単体技であったりとか、そういうののどっちが打ちやすいとか、そういう確率の話だね。あ、そう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 、その確率のこと。行動確率についても別表でまとめてきたのがこちら。だいぶ細かいんだけど、これねめっちゃ大事だから、仲間のねちょっとやってくると眺めたくなる表です。なるほどね、これすげー細かいな。俺自身もこれ今 どうなってるのかよく分かんなくなってるわ。まずはね、一番左の2列だけ見てほしい。単体全体って、左ね、はいはいはい、黄色とオレンジのとこ ね、うん、一番左だけ見てほしいんだけど、頭脳と王ぐらいのとこだけ赤くなってるでしょ。あー、赤くなってるね。単体全体って書いてあるんだけど、これ攻撃技ね、攻撃技の単体と全体を持っていた時に、普通は 50-50 50-50 なのよ。単体技を打つか全体に技を打つかはもう 50-50 ですっていうのが基本的にどの性格もそうだったんだけど、頭脳と王ぐらいだけは全体技を多く打ちます。当然全体技の方が打ってほしいんだよね、たくさんの敵にダメージ与えられるか、ね、4体にダメージ与えられるか。そうだよね、頭脳はなんと 67% 3発に2発が全体、もう3発に2発は全体っていう優遇されてるんだよね、これ行動確率が。そうだね、いいねこれは、確かに。で O ぐらいも 60% これ、なんか 10% しか差ついてないように見えるんだけど、結構でかくて、だから単体が 10% 減ってるから、結局、5回に3回だからね。まあそうだね、50-50 よりは多分ね、体感かなり打ってくれるっていう感じ。 1.5 倍打つからね、はいはいはい、単体のステータスに、まあ不遇とまではいかないけど、ちょっとね、マイルドなとこがね、ここにまあ良さが出てると。かなり出てるね正直、この恩恵はかなりでかい。でかいね、昔はね、もう頭脳なんか引いたら使えないよってなったのが修正で変わったんだよね。そう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 。ただこれ一番左だけまず見てねって言ったのは、もう攻撃技しか持ってないモンスターだったらこういう風にシンプルに考えることができるんだけど、シンプル、そうね、この中門っていうゲームはもうちょっと複雑でして、攻撃スキル以外に弱化スキルと強化スキルっていうのをモンスターによって覚えたり覚えなかったりしますと。うーん、な
中には弱化強化両方持ってるやつもいるってことか、これ。ああ、そうそうそう。一応ね、一番右に弱化強化両方持っちゃった時の確率書いてるけど、まあ、両方持つケースっていうのは結構稀で、大体はどっちか。だから、真ん中の2つの表、真ん中の2つの表を見てもらえれば、99% のパターンを網羅できると思う。はいはいはい。真ん中の2つの表ね。で、表を見てもらうと、赤いとこと青いとこがあるんだけど、少ない数字を赤くしてるんだよね。そうね。うん。これはなんとなく察しがつくでしょ。まあだから、少ない方が弱化とかだから、まあやっぱり全体と単体の攻撃がその分高いわけだから、弱化とか低い方がいいってことだよね。そうそうそう。攻撃してくれるっていうね、とにかくね。そうね。で、このゲームやっぱり4対4で先に1体落とした方がやっぱどんどん有利になっていく短期決戦の勝負だから、うん、やっぱりね、なんか悠長にバイキルトとかやってるより相手を1回でも多く殴った方が勝率がやっぱ上がりやすいゲーム性になってるから、弱化とか強化技は少ない方が強い性格と一般的にまず言われています。で、結構一匹狼が強い強いって言われている理由は、この弱化も強化も持っちゃってたとしても 10% しか打たないんだよね。だってこれで見ると一匹狼は 90% 単体化全体打ちます、切れ者は 62% で全体化単体を打ちますってなると大きな違いだよね。いや、そう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 、これがマジで、このモンスターによって絶対紫弱化持っちゃってるモンスターとか、絶対強化青技持っちゃってるモンスターとかいるわけよね。はいはいはい。そうするとこの性格によって、例えばこの紫の弱化であれば、一匹狼はバチッともう大当たりなのに、切れ者はめっちゃ外れみたいな。そうなるよね。もう 38% で攻撃してくれないとか、ちょっと終わってるよねみたいなね。いや、終わってるよなこれ、ケンシロウのデスピサロがそうなんですけど、それでダメなの。そう、はいはいはい。だから性格による当たり外れがこのゲームめちゃめちゃ大きくて、だからお宝個体ってほんと引けないのよね。だからやってない人、もしね、牧場にね、これね、一匹狼の魔王とかね眠ってたら、もうめちゃめちゃお宝だから、もうね、今すぐ始めてほしい。もう喉から手が出るほどグラマスたちが欲しがってる個体を皆さん普通に持ってる可能性があります。そうだよね。うん、見るもんね、たまにあの知り合いの仲間やってない人が持ってましたみたいな。バルボロスの、バルボロスの一匹狼というか王ぐらい持ってましたとかね。見る見る。そう、このね、紫技がやっぱり少ないのは一匹狼、王ぐらい、おせっかい、このあたりね、赤いとこね。逆に青いとこちょっときついなみたいな、むっつり切れ者頭脳みたいなね。でもこの表見た後一個気になったんだけど、頭脳面積 67% 全体もらってたってなるんだけど、やっぱ弱化と強化が入るとそこに持ってかれちゃうんだね。結構めちゃめちゃ持ってかれちゃうね。そもそも多分運営さん的にも攻撃するより補助をするような性格としてこれ運用したかったんだろうなっていうのがもう見て取れるよね。そうだね。だから単体と全体しか持ってないものに関しては頭脳面積もいいなってなるけど、ちょっと厳しいね、弱化と強化持ってるモンスターは。そう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 、いいところ気づいてるね。まずね、攻撃スキルしか持ってないモンスターにとっての頭脳ってかなり全体攻撃アタッカーになるから、攻撃的でいい性格になり得るんだよね。一方で弱化強化を持っちゃってる頭脳モンスター、これに関してはもう弱化強化ありきで作戦を立てるようなイメージにせざるを得ないって。そうだね。ただ稀にね、モンスターによっては弱化をめちゃめちゃ打ってほしいモンスターとか実はいたりするから、例えばヘルバトラーとかはね、弱化の A スキルがつけれるみたいなところがあって、むしろ弱化打ってほしいから、むっつりスケベが当たりとされてんだよね。弱化が多いで素早いみたいな。あと次切れ物ね、切れ物とか、むっつり切れ物あたりがむしろ当たりとされてるモンスターもいたりとか、これは面白いところなんだよな。そうだね、そこはちょっと深いね。そうなんだよ。一方で基本的には打ってほしくないんだけどね。一番モンスターでもう弱化とか強化を打ってほしいモンスターもいると。そういうモンスターからすると、この当たり性格が逆転するんだよね。なるほど。続いて2、モンスターグランプリのルールについて説明していく。はいはい。こちらについても、3つに分けて説明したいんだけど、まず1つ目は実際のバトルルール。皆さんの画面でも触れる、このフリーマッチっていうところ。これを押していただくと、イメージ湧くと思うんだけど、これフリーマッチを押すと相手がたくさん出てくる。
るんだけど、本番は一人だけ出てきます。相手が一人だけ出てきます、うん、で相手のパーティーが出てきた状態で、自分が事前に用意したパーティー3つの中から後出しじゃんけんでどれ出しますかって聞かれる。じゃあこの相手だったらこれ出しましょうって選んで、あとはフルオートで勝敗が決着する。これをねひたすら繰り返す。まあ、だからこっちがね相手のモンスター見て選びますって感じだから、基本的には有利だよね。そう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 、基本的に後出しだから、まあ有利のはず、うん、はず。ただそううまくいかないのがこのゲームの難しいところなんだけどねまあ相手がもうそもそも強い相手のパターンあるからね。ある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 。そもそもが、うん、一応ね10ターン勝敗がつかなかった時は判定勝ちみたいなルールがあって、判定勝ちなんてあるんだ。一応あるんだよ。生き残った数が多い方あとは総ダメージを与えた量が多い方みたいなイメージ。まあまあまあ、でも基本的にはね3ターンとかで勝利勝負つく大体勝敗つく、勝敗つきますよね、うん、でこれのねこのフルオート戦闘っていうのがこのゲームの面白さであり味噌だと思っていて、 PS いらないんだよね。ああそうね、うん、PS ね、全ては事前に組んだプログラミングであとは勝敗が決まるっていうね、うん、もう自分がどれだけシミュレーションして相手に対してこう勝率が高いパーティーをぶつけられたか、それをひたすら試行回数を重ねて何百回とかで重ねてランキングで勝負していくみたいなイメージ、うん、グランプリはひたすらそれを繰り返すんだね。ひたすらそれを繰り返す、ひたすら勝てそうなパーティーをぶつけまくるっていう、その開催期間中ずっとね。で試合はね、あの連打すれば多少ね攻撃のスピードが上がったりするんだよね。あ、それ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 、これね意外と大事だから。いや意外と大事だな。検証に皆さんならないように。間違いないよ本当に。だから皆さんポチ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 って言うんだよね。ポチ言ってるよな。うん。中に知らない人もいたりしたもんね。いや、いた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 。普通にボケーっと待っちゃう人ね。いや、てかね、ケンシロウも前はそうでした。前はそうだったよな。ちょっと連打書が早くなるっていうね。いや、これね、嘘とかじゃなくて、本当にね、本当にね、あのね、テキストがね、早く流れるようになるんだよね。連打する。あ、そうだよね、うん。うん。やってみてください、皆さん。で、今、さっき話した、そのランキングをつける、ランクをね、うん、争うって話したんだけど、二つ目に話したいのは、そのランクと報酬について。これランクっていうのは細かく分かれてて、うん、最初ねルーキー3から始まってね321っていくのよ。でベテラン321、ベテランね、エリート321っていくの、ね、よ、うん、もうここで十分強そうだけどな、うん、エリート。でその次、うん、エキスパート32までいって、はい、エキスパートの1に到達すると、まず報酬として称号、うん、グランプリエキスパートっていうのはもらえます。お、ちょっとかっこいいやつね、ちょっとかっこいいやつ。でこっからがあの中門勢の皆さんがマス2マス3とかマス1とか言ってる話に入ってくるんだけど、エキスパート1の次がマスター3体っていうのに入ってきます。マスター3ね、はいはいはい。でここからは定員があるんだよ、うん、マスター3は4万人までですと、はいはい、蹴落とし合いですよ、蹴落とし合い。ここからここからボーダーが上がっていきます。4万人到達した時点でポイントボーダーっていうのがどんどん上がっていって、うん、そこに食らいついていかないと、その定員内に入ってないと称号がもらえないですと。でこのマスター3を大会を終えたタイミングで定員の中に入ってれば特急モンスターマスターっていう称号がもらえます。はいはいはい。これがマスさんって呼ばれるやつ。この称号ねかっこいいからね。この特急モンスターマスターね。かっこいい。ここからかっこよくなってくるんだね。もうね。この次からはかなり難儀になってくる。マス2と呼ばれる、うん、マスター2。マスター2ね。はいはい、定員が1万人まで。上位1万人に入るとマスター2。うん、ここはねもうぐいぐい上がっていくと思うな次回は、うん、ボーダーが、ね。上位1万人って聞くとまあまあすごいな。そうだよね。だって運十万人プレイユーザーいるはずだから。うん、ね、うん。そのうちの上位1万人に入ると超級モンスターマスターっていう称号がもらえます。でその上マス1マス1って、ここを目標にしてる人ね、うん、多いんじゃないかなと思うんだけど、うん、マスター1これ定員1000人しかいなくて、これねもうめちゃめちゃ大変、正直めちゃめちゃ大変と思うの。まあまあヘルピーはいつもここかな。1個ちょっと背伸びしたな。前回マス2だよね。マス2だよね。なんとかマス2に食らいついたくらいだったよね。あ、マス2の多分9999番目ぐらいです、ね、そうだね9999番目ぐらいで、マス2の上の下にしがみついてました。初めて半年とかでそんぐらいいけたもんね、普通にね。マス2ぐらいまでいけた。あ、そうね、うん、いけたいけた。次回目標マス1みたいなイメージじゃない。マス1を狙ってるんですけど、やっぱ定員1000人って聞くとねちょっと難しいなって思っちゃうけど、ここでめちゃめちゃボーダー上がってくるね、うん、こっからね。
そうだよね、うん、このねボーダーの上がり下がりの話はちょっと次のパートで詳しく話すんだけど、うん、もうマス1からは激戦区です、はい、上位1000人しかなれなくて、はいはいはい、多分ね、うん、もうマス1の中にはその上グランドマスターになれる実力がある人もね、うん、うじゃうじゃいると思う。いるね、うん、うん、そうだよね。がこれ1000人で極み級モンスターマスターっていう称号がもらえます。で最後一番上が、グランドマスターグラマスと呼ばれる定員200人、これもともと100人だったんだけど、ね、200人だよ。そうなの、前は少なかったんだ。だったんだけどもうね寝ずにやる人ばっかりで死人が出そうだったから多分増やされた。なるほどね。200人でも十分死人出るけどなこれな。逆に今回から300になるとかないわけ。いやないの。まあその分グラマスの価値はねどんどん下がっていっちゃうけどね。100人の時に比べれば200人300、まあでも、うん、ちょっと ね激しすぎるんだよね争奪戦で、ね、激しすぎる。ずっとやってるんだろ。ずっとずっと大会期間中ずっと寝ずにやってなきゃ取れないぐらいのねイメージがグランドマスター。ボーダーに追われる生活ね。ボーダーに追われる生活、マジでボーダーとずーっと並走する生活ね。でもこれを取ると晴れてグラマスになりますと。ちなみに今ケンシロウはまあ前回グランマスになってるんだけど今何連覇中だったかな。3年連続4回目かな。4回取ったことある。で3回連続取ったことある。これはね次も取らないとってとこだよね。いや取りたいな、取りたいな。ちょっとね個体が揃ってなさすぎな。でもなんとかあと2ヶ月で追っつけたいところ。格好1でちょっとね今回難しいことになるかもね。きついね。ギガンテス環境の時にゴーレムで挑んだ時と同じ匂いがする。同じ匂いがする。まあとはいえね諦めずに頑張りますよ。そうだね、うん、一応ね前回大会情報なんで新大会で更新される場合はあります。ご留意ください。でここまでがランクと報酬の話で、このランクに対してこれってボーダーって話をしたけど、どうやってポイント積み上げていくの、うん、どうやってボーダー上がっていくのっていう話を最後します。3つ目は勝敗によるアップダウンの話。これランクによってプラスマイナスの幅が結構大きく違うんだけど、エキスパート帯ぐらいまでは、まあ、やればやるほどなんやかんやで上に上がっていけるっていう、負けた時より勝った時の方がポイントがもらえる、うん、から3回に1回とか2回に1回勝ってればとりあえず増えていきますよみたいなところなんだけど、うん、マスター帯からそうはいかなくって負けるとガンガン下がりますっていう世界線になってきて、具体的には勝つと50ポイントもらえます、負けると140ポイント減りますみたいなところがマスター3です。ただそれとは別に撃破ボーナスというのがあって、相手4体いると思うんだけど、4体中何体倒して勝ったかで倒した数かける20点が追加で入る。だから4体全滅させれば80ポイントだから130ポイント入るって感じね。あ、130ね、はいはい、それに対して負けると140減る、つまり 50% じゃもう下がっていくっていう世界線がこのマスター対です。ただ後出し一応できるから、後出しできるから。そうだね、後出しができるから。後出しできるっていう前提。50%は超えるつもりでいかないと。そうそう、後出しはできるよっていう前提なんだけど、 50% は超えないとどんどん下がっていきます、うんうんうん、でこれがマス2、マス1、グラマスになるにつれてどんどん厳しくなっていって、うん、勝った時のポイントは変わらないんだけど50プラス20から80みたいな。だけど負けた時のマイナスが150、160、170と敗北ポイントがね増えるんだ。敗北ポイントが増えてくんだよ。マイナスがね。だからグラマス帯になるとマジで勝率 65% ぐらいないとまずキープできないんだよね。キープ。ただそうだね、うん、みんなね勝率 80% とかで勝ってくるから、グラマス狙う人たちって、うん、そうだよね。キープじゃ意味ないんだからね。キープだともうボーダーに置いてかれるんだよね。そうだよね。そう、もう 70% 80% 勝つ人がボーダーをグイグイ200位の人で、ね、要するに200位の人がグイグイ稼いでくるから、うん、必然的にその人以上のペースで勝たないと寝れないし、取れないっていう話になる、うん、なるほど。で前回のイメージはだいたいね勝率ケンシロウ 75% で、うん、最後徹夜しました。バカだろ、もう 75% で寝れないってどういうことだよ。そう、勝率 75% で寝れないよ。寝れない寝れない、うんうん、まあまああのあれね、最終日寝れなかった、それまでは4時間睡眠ぐらいしたかなっていうぐらい寝れずにずっと連打し続けるとグラマスが取れます。これが当然生活リズム的にできない人ってたくさんいると思うんだよ。いや、いるいるいる。だからさっきマスター1にもグランドマスターのポテンシャルの人はぐじゃぐじゃいると思うっていう表現。そうだね、だから勝率 80%
パーだけどやる時間の問題でマス1までしか行けなかったって人がいるわけだよね。そういう人が多分たくさんいるから、もうマス1以上の人はみんなもうグラマス級の強さは持ってると思う。そうだよね、うん、ただあとはそこにより高い勝率でより時間を押し付けた人が勝ちみたいなルールに正直になってる。実質グラマスとマス1の差っていうよりはマス2とマス1の差の方があるかもね。結構 あると思うね、まあ、1000人と1万人って人数差もあるしね。そこに結構大きい壁あるかもしれないね。そうだよね。次狙ってるんだけどね、うん、マス1本当に頑張れ。その大きい壁を乗り越えられるかどうか。そうだよね。ただ個体結構揃ってきたもんね。いやまあ一応ね、俺デスタマいるしなあ。それなあとは魔王はもうワンピースぐらいあればね、一気に世界があるよ。そうなんだよね。まだそこが足らないんです。僕はだ、ね、ケンシロウもこれデスタムアとかねバルボロスとか手に入れてこの勝率 80% ぐらいにできればねちょっと寝れると思うんだよね、うん、っていう。いやそうだよね、うん、で勝率 80%85% とかある人は多分ねもうね、うん、安眠してると思う。なるほどね。っていうぐらいこの 5% の差がねでかい。大事だよ、でかい。大事だよ。もう積み上げゲーだから 5% が勝つか負けるかの差でこの敗北170ポイントがね、うん、プラス130ポイントになるかどうかの差だからね、えらい差なんですよこの勝率 5% の差がね。できれば 85% でね安眠して望みたいけど、望みてえけどそうはいかねえ。そうなるともう魔王の極みがね2対3体必要だわな、うん、ただそんな簡単に出ないんだよな魔王の極みは。いや出ない出ない。みんながみんな引いてるように見えるけどね本当、うん、いやそうあのね X のポスト見てるともうさ極み引きましたで溢れてるから焦っちゃうんだけど、そうだ実際1体引けたら世界変わるからな。そうだね。いやこれがね2体3体いると一気にこのちょっと寝れるゾーンにね突入すると思うんだけど、うんうん、今回もそうはいかなそうです。皆さんの答えの揃い具合はいかがでしょうか。ほどほどに、ほどほどに。いやそうみんなでほどほどに、せーので寝ればさ、みんな来るはずなの。みんな寝ないんだもん前回も。どうせ今回もみんな寝ないんでしょ。運営さんなんとかしてくれー。切に願います。切にね。もう8時間はなんか触っちゃダメな時間作るとか寝るために。そうね、うん、希望お願いします。お願いします。運営さん最後にバトル中の仕様についてこれね詳しく話していきたいと思う、うん、これは多分実際にねこう文章にしたりしないと分かんないよね見てただけだとね。いやそうなんだよな、そうなんだよな、うん、でこれはねあの初心者の方じゃなくてやってる人でもあそうなんだっていう内容もあると思うから改めておさらいしたいんだけど、うんね、まず一つ目に行動順と行動確率について話したいんだけど、うんうん、まず行動順は当たり前なんだけど素早さ順になるよね、うん、でもたまに俺のキラーパンサーが先制されたとかあるじゃん。あるね。これ乱数が毎回かかっています。でこれねオフィシャルにオープンにはなってないからあくまで検証いただいた方がいて、うん、その検証値なんで今後ずれる可能性はあるんだけどその前提で乱数が最大マイナス 13% ぐらいかかるらしいんだよ。素早さがまあじゃあ切りよく1000のモンスターがいたとしたら最大130下がる可能性があるっていうね。870で計算される可能性まであるって感じ、うん、もちろん1000で計算される可能性もあってその 13% 差が乱数でランダムで掛け算されてると想定されてます。逆に言えば先制したい相手のモンスターより 13% 以上 13% より大きい差をつけていれば確定先制できるイメージね。なるほどね。でそれを前提の上素早さの継承玉とか相手のモンスターとの素早さの差とかを見てもらうとなんかね見えてくる世界がね、うん、違ってくると思う。各モンスター素早さねもちろん差あると思うんだけどなんか分かりやすい例例えばこのモンスターとこのモンスターだったらとかそういう例ある？例えば自分のキラーパンサーが竜王に先制したいとするじゃない、うん、だとしたら自分のキラーパンサーの素早さにマイナス 13%、うん、つまり 0.87 かな 87% を掛け算してもらって、うんうんで竜王の素早さと比較してもらえればいいんだよね。で例えば竜王だったらやっぱ一匹狼より先制したいなとか思うじゃない、うん、じゃあ竜王の一匹狼の素早さと自分のキラパンの素早さマイナス 13%、うん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 、かける 87% はどっちが早いのかな、よしこれ先制取れるなとか、あこれひっくり返される可能性あるんだとかって見る感じだよね、うん、はいはいはい。で大体さ各モンスターさターゲットがいるじゃない。このモンスターはバルボロスを倒したいんだとかさ、このモンスターはライオンより
り先に動きたいとかさ、うん、それぞれのモンスターにやっぱり先に動きたいモンスターっていると思うんだけど、うん、その時にこの 13%、 まあなかなかね全部 13% 綺麗に上回れないと思うんだけど、うん、に対してどのぐらい上回れてるかみたいのを目安で見ると、うん、5% しか上回れてないと結構乱数でひっくり返されるなとかさ、うん、11、2% つけれてるからほぼほぼ大丈夫だろうなとか、そんな感じ。じゃあ例えばこのモンスターには先制したいっていうのを考えながらパーティーを作るけど、この乱数まで見て考える感じ。考える考える。ああ、じゃあ相手のモンスターに一番早い性格が来ました、うんうん、その自分のモンスターがそいつに先制したかったら一番早い性格より 13% 上回ってる状態、そう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 、を狙いに行くっていう感じ、ね、狙いに行って足りなければ、じゃあ素早さのこれ A1 個つけとこうとか S1 個つけとこうみたいな話になるんだよね、うんうん、じゃあ乱数込みで絶対にひっくり返されないようにするっていう感じね。基本的にそのターゲットにして先制されたくない時はそうだよね。なるほど。あとはまあ一番早い性格ってムッツリなんだけど、例えばシャドウサタンとかってムッツリってあんまいないよなみたいな、うん、一匹狼ばっかりだよなってなったらやっぱたくさんいる性格をターゲッティングしてもいいかもしれない。うん、そうかそうか、うん、そういう、そうか、そうなんね。なんとなくイメージは持ってもらえた。イメージは分かった。うん。でさらにこの行動順に加えて、順番が来た順に今度は行動確率にのっとって行動するんでね。これはさっきの表、うん、もう一度表示するんだけど、はいはいはい、さっきの表のこの単体を打ちますか、全体を打ちますか、うん、弱化を打ちますかみたいな、うん、この話がこの素早さ順にさっき乱数で並んだその順番ごとに抽選されていきます。うんうん、もう完全にだからねプログラミングなんでね、確率でぐるぐる回っていくから。うん、まあまあそうだよね。うん、これがね全部オートで進んでいくんで、ゲームが始まった時にはもう勝敗は決してるっていうね、実はね。うん、ああなるほど。もう確率で全部抽選されてるから。うん、でもこの行動確率でまず1体ずつまたねこれ抽選されていって単体が選ばれたり全体が選ばれたりします。はいはいはい。で単体攻撃とか全体攻撃のこの攻撃スキルにおいては基本的にダメージが大きい最適技を選んで打ってくれるから安心してほしい。ああなるほどね。そこは計算してくれてるんだね、うん、自動で。そうそうそう。だから全体技でギガデイン打ってほしいのに、うん、なんか弱いヒャダルコとか打たないかなって心配する必要はない。あないのね、うん。強い技を優先的に打ってくれる。うん。一方で弱化とか強化技はこれね持ってる中から均等にランダムで打っちゃうのよ。あ均等なんだそこは。そう。まあまあそうか、ダメージってわけじゃないから。そう均等にね抽選されてて、だから、うん、ラリフォーマー打ってほしいのにラリフォーしちゃったりするの。本当だったらより良い方を打ってほしいのに、弱い技も覚えちゃってる限りは均等抽選されちゃう。なるほどね。だからできるだけその強い技だけ覚えてた方がいいね、弱化とか強化技は。そういうことね、うん、ただ一個あの無意味な技は抽選から除外される仕様になってる。無意味とは、例えば相手が全員眠ってる時はラリフォーは選ばれない。これがスキルの選択行動確率について、うん、ここ質問ある。あだいぶ理解したここは。 OK OK OK、うん、結構分かんなかったけどね最初は乱数とかも。いやこれね分かりづらいから本当にこの動画ねちょっとね繰り返し再生してぜひね、そうだね、まあ、学んでほしい、うん、なんだよく分かんないなっていう人はね。俺もねこれね多分乱数とかも何回か説明受けてるんだけど、今聞いて1回じゃ分かんないよね。今聞いてやっと入ってきたかなってぐらいだから。でもこれ慣れるとだんだん分かってくるんで、うん、ぜひ繰り返し再生お願いします。お願いします。続いて2つ目は身代わりについて話していきます。身代わり持ちのモンスター、あのデスタムーアとかギガンテスとかね、身代わりを特性で持ってるモンスターを一番左に配置してると身代わりっていうのはまず発動します、うん、でこの身代わりって何かっていうと、相手のモンスターが単体の攻撃技これを選んだ時に約3分の2、3回に2回の確率で優先的に身代わりになって攻撃を受けてくれますっていう。でこれ単体の攻撃って表現したんだけど、単体の弱化も同じ、弱化も一緒なんだ、ね、うん、身代わりの発動して3回に2回は優先的に受けてくれる。でこれが結構恩恵が大きいから、デスタムーアとかギガンテスを一番左に置くっていうのが今パーティー構成の主流になってる。ああ、いわゆる壁モンスターってやつね。壁モンスターってやつね。うん。で、この身代わりを理解してもらった上で、今度次すり抜けっていうのを話したいんだけど、うん。これね、これすり抜けはね、最初説明受けたけど、ずっと意味が分かんなかった。分かんないよね。でもさ、すり抜けた、すり抜けたってみんななんかコメントしてるから、なんか専門用語なんじゃねえかみたいに最初思うよね。うん。
もうこのね、うん、すり抜け聞くとシンプルなんで、これはね、うん、もう1回で理解いただけると。さっき、うん、身代わりは3回に2回3分の2で優先的に受けてくれるって言ったじゃん、うんうん、この逆3分の1で身代わりが発動しなかった時のことをすり抜けって呼びます、うん、まあ、ギガンテス立ってるのに受けてくれないやんみたいな、はいはい、そういう状況のことをすり抜けって呼びます。でこれすり抜けってなんでこう印象的なシーンになりやすくてみんながすり抜けすり抜けって言うんだけど、うん、理由があって、ギガンテスとかデスタムは身代わりを通り越しちゃった時は基本的に一番ダメージがでかいやつに飛んできます攻撃は、はいはいはい、だから柔らかいやつキラーパンサーとか竜王とか、うん、守備力が低くて柔らかいやつにズドンって入るシーンがすり抜けると多いから、うわすり抜けた死んだみたいなシーンになることが多い。そうだよね、すり抜けた場合一撃でやられることとかが結構あるよね。めちゃめちゃ多いよね。でちなみにこのすり抜けの仕組みとして一個覚えてほしいのは、その一撃で倒せるシーンっていうのは非常に多くて、うん、場合によっては一撃で倒せるモンスターが2体いるシーンっていうのも全然ありえるんだよね、うんうんうん、これ竜王も倒せるしキラパンも倒せるぞみたいな、両方柔らかいから一撃で倒せるぞみたいなシーンとかがあるんだけど、うん、こうなった時にすり抜けるとランダムじゃなくて左から倒してくれる。あー左なんだ、うん、倒してくれるっていうかもう左から倒すことになる。すなわち自分がパーティーを組む時には倒されてもいい順に左に並べていくというか、倒されたくないモンスターは右に並べるみたいなイメージになる。結局一撃で倒されるやつは選ばれちゃうから、うん、この並び順においてはその倒されたいとか倒されたくないっていうのも大事なんだけど、もっと大事なのは、うん、あの守備が低くて狙われやすいんだけど特性で避けたりするモンスター、これはねやっぱ優先的に左に置きたいんだよ。だから狙ってほしいから。お例を挙げるとシャドウステップね。イエス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 、シャドウサタンのシャドウステップを避けるよね、物理避けるから、うん、相手の一撃必殺が優先的にシャドウサタンに飛んできてほしくてそれを避けてほしい。つまりシャドウサタンは左に置きたいんだよ ね。あと同じような例で言うとイカテンタクルスの守りの切り一回だけ無効化できますみたいな。おお、出てる無効化、あれあるじゃん。イカもねめちゃめちゃ柔らかいからキラパンの大地の一撃とかをもうもろに受けんのよ、ズドンって。そういうことね。そう、うん、が一回ノーダメージになる。やっぱ一番左に置いときたいよね。なるほどね、うん、なんか無駄に竜王とかさ猿とかを左に置いちゃっててバーンって一撃でやられちゃうとすごいもったいない、うん、だったらイカに身代わりになってもらって一回ノーダメージになってもらうっていうね。だからイカとかシャドウサタンは優先的に左に置きたいかな、うん、これがねすり抜けの仕組みとそれに対する予防策です。いやでもこれやっぱねすり抜けはね実際戦ってみてすり抜けた時に大事だって分かるからね。やっぱ分かるよね、すり抜けろって思う、すり抜けろってなるからね。なるなるなる、めちゃめちゃなる。いや俺のねキラーパンサーもねすり抜け用にクリムゾンバードを覚えさせてるんでね。クリムゾンバードはすり抜けた時にね柔らかいやつに突き刺さる、もう定番だからね。そう、4桁出るから4桁出るよね、線出るよね。 あれは気持ちいい、気持ちいい。すり抜けは本当に皆さんこれすり抜けはね理解してもらえたかな。俺はね結構ね何回もすり抜けの意味をね聞いた気がする。これもね、うん、動画繰り返し見てほしいと同時に、うん、もしそれでも分かんなかったらコメント欄に質問ください、うん、お答えします、うん、お願いします。以上、やってない人ほど見てほしい中門の仕様やルール総まとめでした。みんなこれねまず大会のルールとか分かったかな。こういろいろ説明したけど結構ねもう今回難しい話も多かったと思うけど、多かったね。ちょっとやっぱね何回もやっぱね本当に見直してほしい。今日は結構ね本当に大事なこと喋ってると思うね。いつも大事なんだけど今回はねちょっと細かくてさらに大事だと思ってもらえると。確かにね、勝率に直結するもんね、うん、そう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 、うん、でかつ多分、うん、この辺が分かんないっていうのが一つ中門いいや、うん、やんないって思ってる人のね、うん、理由だと思ってさ、そうそうそう、これちょっと喋ろうって思ったんだよね、うん、そうだね。でぜひねこれをきっかけにちょっとじゃあやってみるかと、なんとなく仕組みは分かったぞと、うん、そうだね。これ本当にプログラミングなんで PS いらないんですよ、うん、自分の戦略次第でなんかこう努力と今までの培ったなんかプレイングスキルで勝敗が決まるとかじゃないんで、プログラミングを組んであとはそのプログラムが戦ってくれる、その勝率が高い方がなんで、でもモンスターの素体がいればなんとかなので、だからこそやってない人ほど見てほしいと、やり方分かって、そうそうそう、あの牧場に強いモンスターがいるかもしれないのでやってない人ほど見てほしいということでございます。いやしかもね本当にねポンポンって 2,3 体ねやばいのがいると一気にグラマスチャンスだから。そうだね、基本的に主要モンスターは全モンスター概要欄に説明書動画、うん、貼ってありますんで、うん、もし自分の極み、はい、こいつもしかしていけるっていうやついたら、うん、その該当の取扱説明書、はい、
書動画概要欄に貼ってますんで、ぜひ見てください。こちらも何度もご覧ください。個体のランキングがビシッと載ってまして、ベスト3なんか引けちゃってたらもう大活躍です。そうだね、また大会前には、これ11月に次回大会なんだけど、大会前にはパーティーの組み方とか継承の仕方、スパーリングのやり方などを動画にする予定なんで、チャンネル登録まだの方ぜひお願いします。パーティーの組み方はね、俺もやってほしいね。俺のパーティーも組んでほしい。いや、パーティーの組み方動画は実際ね、めっちゃ需要あるから絶対作る、そうだね。頼ますわ。このチャンネルでは毎週火曜日に仲間モンスターの動画を上げております。皆さんからのいいねボタン、チャンネル登録、そしてコメント、お待ちしてます。お待ちしてます。また週末にはライブもやってますんで、ぜひ遊びに来てください。待ってます。待ってます。それでは今日はこの辺で、レッツファンキー。